カール・アウグスト・フォンシュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプは、ホルシュタイン・ゴットルプ家の一族で、リューベック領主主教。クリスティアン・アウグストとバーデンドゥルラ派偏境白、フリードリヒ7世、マグノスの娘アルベルティーヌ・フリーデリケの長男。スウェーデン王、アドルフ・フレドリク、オルデンブルク公・フリードリヒ・アウグスト1世、アンハルト・ゼルプスト公・クリスティアン・アウグスト妃で、ロシア女帝・エカチェリーナ2世の母。 ヨハンナ・エリーザベトの2七1726年、父の死により、リューベック領主司教の地位を継いだ。ロシア皇帝ピョートル一世の娘エリザベータと婚約したが、翌1727年、サンクトペテルブルクで休止。弟のアドルフ・フリードリヒが、リューベック領主司教に就任したが、1750年に、もう一人の弟、フリードリヒ・アウグストに、司教位を譲り。 1751年にスウェーデンをアドルフ・フレドリクとして即位した。カール・アウグストの死後もロシア皇室とのつながりは保たれ、従院のピョートル3世は1762年にエリザベータの後を継いでロシア皇帝に即位、ピョートル3世をクーデターで追放したエカチェリーナ2世はメイデ、妹、ヨハンナ・エリーザベトの娘である。ありがとうございます。